死の風格に気をつけます。判決を下す。もっと派手にやろう。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。 騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。英雄とは見方を変えれば悪人だからね。でも読んでもわからない部分。簡単さ。わからなければ聞けばいい。こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒地だよ。ほう、俺の熱い気持ちに応えてくれるとは。どうやら俺の誠実さが伝わったようだ。風よ、私に応えるのだ。いたか。戦いは最もたやすいことだがな。お嬢ちゃん、動かないで。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。